今日はカリフォルニアデルタの話しようかなと思って、あの CCR の曲でローダイって曲の話はきっとしたことあるんだけどね、あのカリフォルニアのサンフランシスコから北の方へ行くとサクラメントっていう川があって、それがサンフランシスコ湾に入ってくるんだね。それでその湾に、サンフランシスコ湾っていうのはすごい土がたくさん溜まっちゃって、あの港みたいなとこも満ちてる時しか入れなかったりっていうのよくあるんだよね。だからいつもそれ掘ってなくちゃいけないの、その土を。なんでその土が来るかっていうと、昔金を掘ってる時にあの大きい会社帰ってきて、ホースで山をバーって水で流しちゃって、それが流れてきた土を調べてたから、だから上の土や木や草なんか全部流しちゃったんだよね。それでそのまだ今でもその土がどん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 降りてきちゃうのね。木を切っちゃってもう。Anyway, it's lazy days. Here we go. これデルタをずっと船で上がっていくとサクラメントまで川で上がっていけるんだよね。うちなんかよくヨットで上がってって、あの本当ヨット大きいヨットでも入れるぐらいの大きさなんだ。でそこのサクラメントまででっかいあの荷物を運んでる船なんかもね、あの今でも川使ってるとこあるんだ。それでね、あの途中に昔日本人や中国人たちが住んでた村なんかいくつかあるんだよね。そういう今行ったらゴーストタウンみたいになってるんだけど、昔の建物がまだたくさん残ってるんだよね。僕すごい好きだったやつの一つは、あの入り口がドアがあって、そのドア入るともう一個ドアあったね。でも両端にこういう穴が開いてるんだよ。そこでライフルをこうやって刺すためにね。なんでかっていうと、そこはあの中国の人たちが経営してたギャンブリングのお店だった。だから警察が来たら逃げられるようにそういう仕組みになってて、ね、だから俺の昔の先生がそこで座ったやつがいて、その人に連れてもらって見せてもらったんだよね。でその人がそこに俺の一つは、あの日本人がみんなキャンプ入れられちゃったじゃん、あの第二戦争の時に、あの日本の味方になるんじゃないかなって。でその人も僕の英語の先生、その人もキャンプ入れられちゃったんだ。で彼の名前がワキタっていう人だったね。そして面白いのは、一回あの郵便が脇田って QUITA でスペイン語になってたんだけど、脇田が脇田が脇田になっちゃってた。そういうもうみんなが知らない名前で、彼の家族の仕事はひよこを取ってオスかメスか決める人たちなんだって。それで彼はいつも冗談で笑ってたのは、いつもオスの方が多いんだよってね。なぜかというと、分かんなかったらオスにしちゃうんだって。もしあのメスだって言って育てて卵産めないオスだったら、ね、怒られちゃうじゃん。だからその理由でオスが多くしちゃうんだってよ。 Anyway、 そしてその人と言ってロックって間違えるのね。ロック、これゴーストタウンなんだよ、川沿いにある。それでもう昔の西部劇の、今でも西部劇の通りなの。もう屋根があって、あのこう店があるじゃん、こうやってで、ここに屋根があって、ここに木の歩道があるね。ほんと西部劇みたいの、ね、でそこでね、アル・ウォップっていうお店があるの。アル・ウォップ、ウォップっていうのはあの中国語の人の名前に聞こえるんで、ね、アメリカ人から聞いてね、ワップ、ね、あるかないかわかんないけど、でもその人がそこでバーやってたの。そのバーの天井には全部お金が刺さってんだよね、みんなあのこうやってって刺すんだよ。それでその店行って飲んでたら、歴史を聞いてて、アル・ウォップオーナーチャイニーズの方いるのって聞いたら、オーナーはイタリア人だよって言われて、えっ？だからアメリカでイタリア人のことをあの悪く言う、否定する言葉は
without papers っていうことなの。あのアメリカに移民した時にイタリアの人が書類何にもなかったのね。だから without papers が WOP なの。その Al WOP じゃなくて Al The WOP っていうお店の名前なんだってオーナーの名前 Al でイタリア人だから書類がないって Al WOP。 だからもしあのカリフォルニア行ってサンフランシスコなんか行くんだったら、そのシスコだけじゃなくて、そういうデルタの方に入ってって、グレンエーレンにはロックっていう町があるから、そこ行くとアメリカのカリフォルニアの歴史が見えるんだよね。それでね、あの特に日本人はきっと行って、あの僕のその連れてくれた先生はここで僕たち並ばされて、急にみんな日本人こう集まれって言われて、そこに行ったらそのままバス乗せられてキャンプ送られちゃったんだって。で 家のもんなんか全部もう帰ってきて、近所の人が大事にしてくれたらいいんだけど、割と取られちゃった人もたくさんいるんだよね。だその歴史を見るためにはこのロックっていうところに行ってくださいよ。それでちょっとなんかガイドブックかなんかそこら辺で売ってるから買うと、そこの歴史がよくわかりますよ。今でもそこら辺に戻ってきた日系人もいるけど、ほとんどの日系人はその後みんなバラバラになっちゃったのね。じゃあジャパニーズタウンがもうあるけど、もうすごい日系人が好きな、ヒッピーっぽい人もたくさん住んでるんだよね。そういう手作りのものを観光客に売ったり、ね、お土産屋さんなんかやってるけど、でも check it out Town of Lock L-O-C-K-E。 ヨットでもサムシから行けるから、サムシからボートでもそこまで行けるから、モーターボートかなんかで、それ面白いかもしれないよ。それともあのスタンドアップでも行けるけど、1日かかっちゃうよね1日以上かかるか。でもそういう街行って、そこでちょっと先行くとサクラメントだから、そう、check it out、Lock、この写真見るとね、ロックの写真アップしておきますから。The great, great, great adventure in the Delta, the California Delta. Yep! 登録お願いします。その一番北にあるサクラメントとかもたくさん日本人がいて、サクラメントの名前って面白いんで、日本人が付けた名前なんだよね。あの、もともと桜屋っていうお弁当屋さんがあったんだよ。それがサクラ弁当になったんだ。やるぞ。